例えばうちがその自分で出してる技術、うちの技術ですよとはっきり言ってるでしょ。で、まあそういった技術の場合、めっちゃ習得に時間かかってるんよ、実はね。めっちゃ練習せんとあかんねん。なんや、練習いっぱいしてんか、偽物やなんて。は練習せんでもできるのは、いなりですけど。ただな、その、鍵盤のどこが何の音か、っていうのは、練習さえすれば、分かってくるわな。じゃあ、次何の音出そうかな、と思ったら、パンっていくやん。な、それ練習せんでもできるよな、それやったらな。だけど、君らが言ってんのは、なんライブハウスについてから練習かよとか、あの類の話やろ。それとはまたちゃう話やねん、全然な。ほんで、結局、うちミスタッチ多いやろ。これが稲荷じゃない証拠やね。実は、稲荷芸の人は、要するに稲荷芸で売ってる人は、売ってる人は、要するに、売り物をね、稲荷芸で作ってる人は、ミスタッチやったらあかんでしょ？ね。で、いなられてまでミスタッチかよ、ほんで。ありえん、普通。いなりは神だから。だから、過去の失敗例を神として購入せなあかん、それって皆さんは。じゃあ、いつもその失敗すんの。そういう意味では、うちは結構な、似たような失敗してるけど。だけど、そこがその音やと思い込んでるっていうのもあるけど、あともう一個はな、うちの指の構造が、結局ピアノの場合、ギターほど慣れてないから。だから、結局その幾何学的に指を動かしてしまうやんか。その際に、うちもともとギタリストやから、ギタリスト幾何学的に指動かしてもですね、どう言ったらいいやろ、黒鍵と白鍵の世界と、そのフレットの世界はちょっと違いまして、ギターと間違えて弾いてるで、どう言ったらいいやろな。わかるやろ、ギターをピアノ無料がやってる人は。ギタリスト特有のミスって、そらピアノ弾いてる、両方弾ける人しか、まあ、両方の楽器弾いてる人は分かるでしょうね、きっと。じゃあ、このセリフ真似もできるけど、どこがって言われたら、稲荷を、いやー、全体的にとかって。言うしかないね。最近のうちギター全然チューニングしてへんねん。で、じゃあちょいで、例の、ジョン・レノン殺したチューニングはしてへんの、全然。そういう書籍があったでしょ。割と流行った音楽の仲間では。で、だからもう、オープンチューニングもあるけど、変速チューニングばっかりやの。で、時々うちがそのチューニング談義とかしててんか、もうその動画ないけど、存在せへんかもしれん。このように。ね、どういうことかって言ったら、チューニングはその現場の精霊さんに合わせてしなければ全くそこで音楽をする意味がないって話をしてたでしょ。覚えてるかな。まあいいや。で、結局自分ちでもその日のコンディション、気候というか地域のというかその空気のね、その日の空気のコンディションに合わせてチューニングちゃうねん。例えば今日は5弦はこの音でなければならないみたいな、うちの考え方とぴったりする周波数しか合わせへんねん。ギターの場合はめっちゃチューニング感とあるかも。ね。だから、めっさ変速チューニング弾いてんねん。じゃあどの笛とかどの音かなんかわかるかいや、そんなもん。チューニングしてすぐ録画してるから。それでもなんとか弾けるよ。ずっと弾いてきたから。けど、ダランダラン、ベロンベロン。チューニングの時あるやん。要するに、琵琶みたいなチューニングの時があるでしょ。それも実験中に。その実験中で動画アップロードすんなよ。で、怒られたら、それは、あ、ごめんね。って、ミント一定ですもん。なんせやろ。で、あとは、いや、そんなの垂れ流すなって、公共のって言われても公共ちゃうし、別に。な、ほんで、もう一個は、あと、結局その、流すな、流さない、
うんぬんじゃなくてね、その、練習をするな論じゃないし、練習をアップロードするなっていうことはあるよね。練習じゃないね。実験やから。で、だから実験映像を残してんねん、証拠として。練習はさすがに、練習動画って書いててもあれ練習ちゃうねん、実は。相当練習してんな、あんなんて。うち小さい頃から。で、自分の曲にも相当コーラスつけてんねん、すでに。でも、あれは練習って書いて、なんでかって言ったら、動画のその、練習だって。で、まあ、コーラス練習って書いちゃったけどね。で、じゃあどういう練習なんですかって言ったら、フィードバックできる、ごめんなさい。結局フィードバック効果があったから、あのアンプの。要するに、ジミー・ヘンドリックスみたいな、フィードバック、アンプのフィードバック効果みたいなんがですね、その、オーバーダビングっていうか、そのね、言いたいことわかるでしょ？すでに撮った自分の動画にさらに自分が何か言うことによって、その、ジミー・ヘンドリックスが追求してたような、その、なんちゅうのあれ、あの、フィードバック効果があるかなって、あるかなじゃあ、あるって気がついて、あれって気がついて、重ね撮りしたら、オーバーダビングしたら、なるわと思って。オーバーダビングごっこはね、してましたよ。だけど、MTR 登場以降ね、オーバーダビングっていう、言うのもおかしいでしょ。その技法じゃないけど、似たような感じで楽になっただけで。でも、そんな撮る前は、オーバーダビングのためにして、これはあかんなって、やっぱり無理やなって。まあ、ウォークマンじゃ無理やなと分かって、当時ね。で、まあ、MTR 買おうかな、買わんとこかな、悩みながら、まあ、結局買ったんですやんか。だから、ところが今、この、例えばこの、ノートパソコンに見て、当時、オーバーダビング。ね。重ね撮りが可能になったの。映像は、まあ、そんな、映像の話じゃなくて、映像で撮ってるけど、音がオーバーダビングになってるでしょ。その、フィードバック効果が面白かったの。だから遊んでんねん。な、聞く歯磨きとか書いたりしてるよ。あれ、オーバーダビングによるフィードバック効果ね、実は。でも、奇妙な声になってるというか、その、うちの声がまるで AI のなんか断末魔みたいになってるでしょ。な、あれ面白いかなと思って。だから、プログレッシブロックみたいなのが急にできちゃって。うちの実力ちゃうよ、はっきり言って。な、うちの技術や、うちの実力の時は、そういう実力って言ってへんけど、うちの技術の時は、うちの技術ですよってちゃんと言ってるやん。で、だから種明かししたやん。めっちゃオーバーダビング簡単やねん。でも、みんなのノートでできるかどうか知らへんで。これ、あの、2005年に買ったやつやから。古いね。それが原因かもしれんし。わからへんけど、みんな楽しみになってきたやろ。なんか YouTube で、その、撮るとき、時間撮るときとか、その YouTube にアップする動画を、オーバーダビングでフィードバックで遊べるやんか。じゃ簡単に、その、現代、プログレッシブっていうの作れるやん。現代プログレ。現代プログレッシブロックな。じゃあ、イエスとかピンクフルートとか、キングクリムゾン、あの辺は、じゃあ何やったんですか、近代プログレッシブロックですか。って言ったら、まるでその、ね、往年のエリック・クラプトンが近代プラクトンやった。近代クラプトンで。で、なんか、チェーン、とか騙せた。あれあたり以降が、現代プラグ、あ、待って間違えた。アンプラグドのあたりかな。プラグドン。現代クラプトンはプラグドンです。みたいなね。そういうふうなギャグに発展するのかなっていう、まとめながらをしながらの。まとめながらしな、じゃ、まとめたりしながら。落語が混ざってんのかな、いやー。ゲージベルディース